サラ、こいつの顔は。悪魔付きの脳の中にもこれくらいしか残ってなかった。何してんの？ん？会社の財務の状況の確認。だって一緒に暮らす以上はシュウ君の健康もお財布もしっかり面倒見てあげないといけないから。やっぱりバイトしないと今月は厳しいかも。大丈夫。まあ来月末までずっともやしだけになる可能性はあるけど。マジ？やっぱり日陰の女といえば内職よね。バイト探し？あ、おはよう。え、何買うの？それとも旅行？そういえば彼氏さん、いつもお金なくて困ってるって言ってたけど、え、借金返済のためにエッチなお仕事を強要されて断ったらぶたれたとか。それはかなり日陰の女っぽくていいかも。うわ、これダメなやつだよ。強依存ってやつだよ。